んにちは、ジアレート武店の店長の増田です。よろしくお願いいたします。お願いします。前回の動画で、はい、ハイエースディーゼル車の、特徴メリットを、解説していただいたんですけども、はい、今回は、ハイエースのガソリン車についてガソリン車について、はい、特徴やメリットを、解説していただきたいです。はい、お願いします。はい、お願いします。ハイエースのガソリン車ですね、はい、そちらの、メリットを教えてください。はい、ハイエースのガソリンですね、メリットは3つありまして、まず1つ目ですね、こちらは新車価格がお安いということですね。車両価格についてですが、ディーゼル車よりもガソリン車の方が新車価格は安くなっております。新型の6型ハイエースで比較するとこのような感じです。ガソリン車の車両価格が50万以上安くなっております。ディーゼル車のエンジンは高圧縮比に耐える強度と燃料噴射の精密性が必要重要なので、製造コストもその分上がっているという形になっております。結構50万も違ってくるんですね。そうですね、大きいですよね。大きいですね。はい、それでは2つ目の特徴ですね、こちらは振動やノイズに対して静かということになります。もともとハイエースというボディは共通して一般的な車両で使われるスプリングのバネではなくですね、リーフスプリングといって板バネを採用しておりますので、まあ、車両の重いものを乗せるとどうしても振動などが多いなと感じる乗り物になります。なので一般的な車両に比べて騒音が多いと思われがちですが、ガソリン車は振動音も緩和されるという静粛性が特徴なので、少し比較していきたいなと思います。ではこちらをどうぞ。はい、聞いていただいた通り、静かな車内ですとガソリン車の方が静かなのがとてもよくわかります。なので音に対して敏感な方に関してはガソリン車はとても好まれるかなと思います。そして3つ目ですね、3つ目に関しましては高出力を得やすいということになります。ハイエースに限った話ではないんですけども、ガソリン車特にまあ NA のノンターボのエンジンに関しては走行中の安定性とこういう伸びのあるパワーが魅力的になりますので、高速道路、一般道ともにストレスなく安定した運転ができるかなと思います。前回の動画で、はい、ディーゼル車のメリット、で今回の動画でガソリン車のメリットっていうのを今解説していただいたんですけども、逆にそのガソリン車を選ぶ方っていうのはどういった方が多いんですかね。そうですね、やっぱりガソリン車を選ぶ方っていうのがディーゼルと比べて2点あるなと思うんですけども、一つはキャンプとかレジャーとかで、例えば道の駅で少し時間を置いて中で車中泊したいよ、でも夏冬暑い寒いがあるのでエアコンかけっぱなしイコールエンジンかけっぱなしっていう場合だったりとか、その時やっぱりエンジン静かなので、まあ、近隣の迷惑にもなりにくいかなと思うのがまず一つ目かなと思います。でもう一つはこれはお仕事関係でもあるんですけど、現場でお車置いてエンジンかけっぱなしで休憩したりお仕事したりする際に、やっぱり夕方以降になってくるとディーゼルエンジンの音が大きいよという近隣のクレームがあるっていうのもよく聞くので、まあそういった部分でもこの静粛性の高いエンジン選びたいなって方はガソリン向きかなと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は前編後編に分けてハイエースのディーゼル車ガソリン車のご紹介させていただいたんですけども、今後ハイエースのご購入を検討してらっしゃる方へ参考になればいいなと思いまして、今回の動画を撮らせていただきました。やはりガソリン車ディーゼル車どちらにもいい点は間違いなくあるなと思うんですけども、人によってはディーゼル車のこういうところが苦手だな、ガソリン車のこういうところがちょっと気になるなっていう部分が必ず出てくると思ってます。そういった双方のデメリットをカバーするために社外品なども取り入れて、お客様の乗りやすいハイエースを作っていければなとジアレートは考えております。何かハイエースのことでご相談があれば、ぜひ
店舗の方へお越しいただいたり、お電話でご相談いただければなと思っております。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。